相馬市の県民リポーターの神野孝弘です。今日は近年松川浦で水揚げされるようになってきたトラフグをご紹介したいと思います。今日お話を伺うのは地元漁協青年部清掃年部部長の石橋さんです。石橋さん、今日はよろしくお願いします。これですね、今日お持ちいただいたトラフグ、はい、これ生きてますよね。生きてます。これ1匹何キロぐらいなんですか。これは2キロありますね。2キロって結構大きいですよね。私のこの手のサイズこうですから、はい、50センチぐらいありますかね。はい、このトラフグなんですが、いつ頃から取れるようになったんですか。震災後から取れるようになって、最近採石量を増やして1日平均あたり500キロ500キロも、はい、多い時は1トンを超える水揚げです。これ、このフグたちは今売り先はどの辺に行ってるんですか。ですね、今は関東、関西が主に出荷されています。あ、そうですか。まあ、現在地元の観光県内の人たちも、うん、もうどうにかしてこのトラフグを地元でこう食べられないかという話し合いをしてます。いいですよね。はい、ぜひ我々も、まあ、飲食店と、まあ、旅館の皆さんと組んで、いろいろ売れたら面白いかなと思いますので、今後とも協力をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。プラスト福島さんの方で、まあ、予約でなんですけれども、お刺身で譲ってくれるそうなんです。気になる方はどうぞチェックをしてみてください。相馬で売るということが、まあ、大体決まって、内容が決まりましたら、じゃあ続報という形でまた皆さんにお知らせしましょう。はい、ぜひお願いします。はい、では続報をお待ちください。さようなら。